ジョッキー福永雄一騎手です。おめでとうございます。ありがとうございます。強かったです。そうですね、思ったより楽にいけなくて、前半はちょっと慌てた部分もあったんですけど、先頭立ってからは自分のリズムで、いいリズムで走ってくれてましたんでね、いや最後まで一生懸命頑張って走ってくれました。これでこのケイジブレインを4つ目のタイトルを手にしたわけですけれども、どうですかこの馬の強さは。そうですね、調教から乗せてもらってたんですけど、非常にいい馬で、なんか調教と競馬ではまだちょっと走りも違ってて、競馬では非常にスタミナ豊富というか、最後まで速い足はそんなにないんですけど、バテない強みというか、そういったものを持ち合わせてる馬だなとは思います。福永騎手、この馬にはね、天取りということになったんですが、今日またがった感触はどうだったんですか。そうですね、非常に落ち着いてましたんでね、もうスタートだけだと思ってましたし、正直もっと楽にこういけるかなとは思ってたんですけど、その辺はちょっと初めてだったんで、今後にね、生かしていければと思います。今回のメンバー9頭、最初にメンバーご覧になった印象はどうでした。そうですね、非常にいいメンバーが揃ったと思いましたし、でも何よりね、その58キロだったんで、他の田端との、ね、比較というか、4キロ違いだったんで、そこがね、どうかなとは思ったんですけど、本当に馬が頑張ってくれました。今日はね、イメージとしては何が何でも先行という感じだったんでしょうか。そうですね、逃げるか2番手かっていう、ドリームギラリーの動向次第でとは思ってたんですけど、案外こうすっとこっちが先手主張したら引いてくれたんで、そうですね、いい形にはなれたと思います。道中はどんな手応えでした。道中は非常にリラックスして走れてたんで、それをね、どこまで後方の馬が動いてくればね、動かざるを得なくなるんですけど、その自分のタイミングでスパートもかけれましたんでね、あまりこう後ろを待たずに、3コーナーぐらいから仕掛けていきました。直線はどうでした。直線もね、正直最後足は止まりかけてたんですけど、他の馬も来なかったんでね、ロングスパートをしてよかったのかなとは思いました。まだね、4歳ということで、これからますます楽しみになってくるんですけれども、どうでしょう。そうですね、調教での感触からするともっともっと走れそうな感触もありますんでね、まだ若い馬ですね、これから楽しみですし、今日は本当にいいタイミングで乗せてもらえたと思います。今日はこうしてたくさんの皆様応援に駆けつけていただきました。最後メッセージをお願いします。はい、今後もまだまだ活躍していくのだと思いますので、皆さん応援よろしくお願いします。今日はありがとうございました。優勝ジョッキー福永雄一騎手にお話を伺いました。それでは壇上に皆さんお上がりください。